こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は駆動系が行っちゃったマシンたちをお送りします。エンジンパワーを上げれば上げるほど駆動系にかかる負担も半端ないものになります。クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、ドライブシャフトなど、ほんの少しでもその限界を超えてしまったらその瞬間に行ってしまいます。今回はそんな場面の連続です。いかにチューニングカーを作るのが難しいか、ドライブするのが難しいか実感していただきましょう。ではどうぞ。0300で記録を出すということは、大きな壁を一つずつ乗り越えていくことである。その先がクラッチが滑っちゃってね。入らない。予測の1万2000で260ぐらいしか出てなかったから、もうその時はクラッチ滑ってましたね。これが本当はここにこうついて、こうついてるもんですね、今こういう風にも。でここの面がこう剥離してるのはもうこれ溶着っていう、例えば滑ったためにディスクのこっちとくっついちゃったっていう、要は溶接でくっついたみたいな。だからクラッチの温度はここはかなりの温度ですよね。ベンチでやってたデータ的な水温とかっていうのは今のところは全然問題ないし、計算値通りの車速とスピードはデータ取れてるんで、これだからもうパワーに負けちゃってるってことですね、うん、もうクラッチの限界かなっていうところですね。クラッチの限界っていうことは作るしかないかな。国内で10秒2をマークしているジェン・シュビック、果たして9秒の大台に乗るか。小山さん、ものすごくエンジンが回ってしまったような。ミッションがお亡くなりになった。完全オーバーレブしちゃった。あ、もう振り切っちゃってんだ。スタートでもドライブシャフトが折れちゃって、スタートで、うん、上りによくあそこで走りました、ね、ドライブシャフト折れちゃったんだけど、なんかドリフトやってるくせかなんかちょっと滑るなと思って、ドラシャ折れてんのに300キロまで出しちゃったよ。
感ある。まあそのうち多分足壊れると思うけど。コペラシャフトって言うんですけど、後ろ側にあるミッションから前のタイヤホイールを動かすための細いペラシャフトがもうねじ切れてまして、まあ、本来はこういう具合につながって後ろ側のミッションから前側につながっていくんですけど、その根元でこうねじ切れてフロントが駆動しなくなった FR の状態になってました。ウィオクトスピード、さあいよいよ7組目突入、ベテラン同士の対決ということになりました。今ウォーミングアップスタートしてまいります。おお、ノムケンが、これは何もしないぞ、策が、うん、あるんでしょう。あれ帰りもしないんですか。こんなノムケン見たことないですよ。いやこれじゃ絶対フロントも温まらないですよね。フロント冷えてるね。ああ壊れた。え、いやこれはやっぱりこの何もしなかったのは、うわトラブル発生だ。野村健、どうやらミッションの入りがおかしく、ミッションのチェンジができなかった。あ、うわ降りてる、うわ野村健が降りた。ここまでか。1,2,6 速しかないという情報が伝わってきた。ああ、しかし走ってった、なんだ行動がわからんぞ。いや阿部ちゃんが直してるんで、また戻ったという情報、どうやら行けということですか。1,2,6で、それはまあはアイルトンセナでも無理だよ。いや1,2,6で来ればいいじゃないですか。来れねえよこんなの。1,2,6って、いやブーンブーンブーってなる。いやいや、ああそうだよな。それでドリフトしてきたら皆さん拍手してきてあげてください。本当に野村健の6速ドリフト、ね、できるんでしょうか。小口の方はこれトラブルはないとない、ね、いう状況なんで、しかしそれでもこれ野村健前で小口抜いちゃいけないんですからね。まず大丈夫ですか。 1,2,6 来た。さあどうだ野村健6速いけ、それに対してきた、いけ。マジかよ。7-3 でも6速でよく蹴って飛び込んできましたね。 300R 偉い、はい、諦めてないもん阿部ちゃん、はい、阿部ちゃん落ち込んでます。阿部ちゃんがっくりだ。今度入れ替えなんで、ここちょっと小口はもう引き離しちゃうのもしょうがないですかね、うん、これはもうぶっちぎっちゃうでしょ、はい、さあ入れ替えの2本目ということになります。赤の 1AT 小口吉永が前、後ろからブリッツワックス回転、野村健が追いかける。さあやはり離れている、1人で小口が来た。その後ろから6速から一気に2速に落として、さあつなげてみせよう野村健、2速で立ち上がる。あー失敗だ。 OK です、 OK です、 OK、 もうここまで頑張りました。しかし一番悔しいのは野村健だ。素晴らしい走りを見たかったんですが、今回は残念ながら野村健は敗退。謝ってます、謝ってます、ごめんなさい、ごめんなさい。がっくり。なんとウォームアップ1本目リチャードギア君どっかに行ってしまったですよ。やっぱりね、1と6じゃ走れんということが分かったですね。いかがでしたか。今回は駆動系が行っちゃったマシンたちをお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。